聞いてください。オブラバー。
足を止めて見てくださってる皆さん、ありがとうございます。私たちはエンタメガールズグループティーモと言います。今日はですね、6月の18日に私たちワンマンライブがあるんですけど、そちらに向けて知っていただくための活動としてこうして歌って踊らせていただいています。足を止めてくださっている方、今メンバーがチラシをね配りに行かせていただけたらと思うので、よかったら受け取っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ティーモの、あ、ただいま6月18日のチケットもねこちらで販売させていただいてます。お兄さん、6月18日何されてますか？今日はお買い物ですか？あ、お買い物前に見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ただいま6月18日のチケットをご購入いただきますと、メンバー5人と写真が撮れちゃいます。ね、こんなお得なのでね、ぜひぜひこの機会に興味があるよっていう方はぜひよろしくお願いします。チケットたくさん用意してきたんでね。そうなんですよ。そう、束でもうね、100、200枚ぐらいね、くらい持ってますね。で、今回お席もね、いろんな種類がありまして、うん、はい、一番お手頃な価格ですと2000円からご用意させていただいてます。 B 席で2000円となっております。はい、今回花道もねあったりするので、どこのお席からでも見やすいお席となってますね。ダンサーさんもね30人ついたりとかして。そうなんですよ、めちゃくちゃ豪華なライブになりそうな予感です。はい、目が足りないです。足りないね。ねえ。見ていただきたいなと思います、うん、すごくたくさんの方々に、はい、うん、あと元リップスライムのペスさんが今回曲を作ってくださって、しかも2曲ね新曲披露させていただくんですよ。はい、そちらの方もね注目なので、初めてティーモでその日見ていただく方も本当に全員初めて聴く曲とかあったりするので、きっと初めての方も楽しんでいただけるライブになるんじゃないかなと思います。Yeah.
Thank you.
さん、ありがとうございます。私たちはエンタメガールズグループティーモといいます。6月の18日にワンマンライブを控えておりまして、今日は知っていただくための活動としてこうして川崎駅で歌って踊らせていただいています。本日その6月18日のワンマンライブのチケット発売中です。本日の目標枚数20枚となっております。ただいままだ目標枚数あと20枚となっております。ね、笑い終わりませんみたいな感じですよね。ねえ、そう、ちょっとあの突破口を開いてくださる方いらっしゃいますか。今日はちょっとね、はい、なかなか幸先が怪しい。そうですね、怪しいですね。6月18日サングラスのお兄さん、6月18日何されてますか。ちょっと固まっちゃってるじゃないですか、話しちゃって。でもなんか2日連続ね、偶然見かけてくれたという方もいらっしゃいましたので、それももはや運命じゃないかなと思いますね。6月18日、ちなみにどの方ですかね。あ、今目するめっちゃ目するっちゃった。皆さん、6月18日チケット現在発売中です。いかがですか。ぜひこちらに来ていただいて、メンバーのグループ社名もついてきます。検討中という顔ですね。 ありがとうございます。